はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は数数の積積分と体積丸4倍回変数表示編をお送りしますでいよいよというかねついにこの「体積」シリーズラストでございますでラストはこの1問やっていきますので是非ね一回動画止めていただいてチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分がもこの問題解説やっていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかな では早速ねこの問題やっていきますのでどうぞよろしくお願いします。それじゃあ参りましょう。ということでね媒介変数表示とタイトルにもありますがまあ、この問題は θ ですね。θ が媒介変数まあ t の時とかもありますけど媒介変数を使って x イコール s i n ー θ y イコール s i n シ2 θ と表されてる。でちょっと難しそうには見えるんですけど結局やることは図形があります図形っていうかまあ関数があります。x 軸の周りに回転させて 回転体の体の積に求めるだけなのでやることというか公式は同じです今まで使ってた v イコー,ルえパイシータまあちょっと、えっと、範囲がねわからないけど y の2乗 dx っていう、まあ、これを使っていきます同じようにね。でこの問題に関してこれ結構よく出てくる問題なんですけどこの問題に関しては優しい先生であればそのグラフの外見出してくれるんですけどまあ本来意図的に出してないです。まあ、出さない先生もいるので。 なのでまずその外形からちょっとね考えていきます。でやることは、まあ、グラフ書きたいのでまず y=0 ちょっと置いてみます。こいつね。イコール0ねで今 θ がこの範囲なのでえー、っと 2θ にすると2倍だから、えー、0から π。だから、えー、2θ サインがこの範囲で。 0になるのは0の時と π の時ですよねだから 2θ が0と π つまり θ イ,イコール0と2分の π になりますポイントとしてはねじゃあちょっと増減表みたいなのを書いてみましょうまあ書き方はいろいろあると思うんですけど θ の時と x と y 全部書いていきますまあ θ が0と2分の π なので まあ範囲もね0から2分の π なんでここで切っておきます。その時 y は0ですね、両方。じゃせっかくなんで x の座標も出しましょう。x これでわかるから sin0 を入れるとここは0です。つまり原点ですね。でこっちは2分の π 入れると sin2 分の π1 なんで1の0を通りますと。であと大事なのがこのね0から2分の π に θ が増えていくにあたって x と y って増えるの減るのどっちっていうのを考えていきます。 いいでまずポイントで楽なのは X の方です、x、これ X は s i n タですよねでまあこうこれで考えると分かりやすいですけど s i n タは y 座標なので0から2分のってここですよねここにこういうふうに行く時って y 座標は増え続けますよねずっとつまり s i n タ増え続けるから x は増え続けるとで問題があっちなんだよね2タ 2θ になると0から π まで行きます。つまりここまで行くんだよね。行っちゃう。ってことは、ここで区切りができてて、この部分までは増えるんだけど、こっからここは減っちゃうんですよ。いいだから 2θ が2分の π の時、つまり θ が、ちょ一回切ります、ここ。4分の π の時、ここを、こいつはね、上がり続けてくれるんだけど、 4分の π までは増え続ける。sin イ,イコルシール 2θ はね、sin 2θ は増え続けるんだけど、4分の π を超えてしまうと、こっちのゾーンになるので、減っていきますよじゃあ、4分の π っていう区切りもできたから、座標を考えましょうと。で、入れると、えー、こっちは、ん ?4 分の π だから、<ん> x4 分の π のルート2分の1か。45度だからね。で、こっちに入れると、sin 2分の π になるから、1になります。 でこれで3つね、座標が分かったので、じゃあ外形書いていきましょうと。で、外形書いていくと、えー、この辺でいいか。こうですね。原点通ります。1の0通ります。で、ルート二分の1の1だから、まあ、この辺かな。えー、ルート二分の1の1を通る。で、えー、増え続けて、 こっっから y が減てていくここんな感じですこれが今回表された x イコールサインシータ y イコールサイン2シータのグラフ関数になりますじゃあこいつを x 軸の周りに、はい、ぐるぐる回したろと。でまあ図ができたからさ普通にもうなんかくねくねもしていないのでじゃあ0から1の区間で積分して OK だっていうことも分かりますよねこれで。安心して解いていけると。 つまり求めたかった体積。ここから計算です。体積は公式でいきます。π。0から1の、で、y の2乗。y こいつですね。sin の2乗 2θ。で、公式でまず行くのが dx になります。いいで、ここでまず変形しなきゃいけなくって、dx を dθ にしなきゃいけない。x と θ がつながっているのはここです。ここ。こいつを両辺 θ で微分すると、 dx d シータイコール、えー、いいんだねコサインシータになりますこうなるだから両辺も d シータで切ってあげると dx イコールコサインシータ d シータになるんだよねつまりこの部分がちょっと黒で書いちゃうけどコサインシータ d シータになります。 まあこれで、ね、シータで揃いましたと。あとは中身をきれいにしていく。で、まずこのサイン2乗2シータがちょっと厄介なので、こいつ、厄介というかね、こいつを変えていきましょう。で、えー、サイン2シータはね、もう有名な公式で、2シータコサインシータこれもみんな習ってる2倍角ね。 じゃあこいつの二乗だから四サインあ四サイン二乗コサイン二乗となります。え、まあ四出しちゃおうか、まあいいね。四パイえインテグラルサイン四乗シータコサイン四乗シータ。でこのコサインシータもちろんコサイン三乗とくっつけられるんですけど意図的にちょっと話しておいてください。理由は後ほどわかります。 で、これ、サインに揃えたいので、コサイン二をサインに変えていきます。え、これ使うのが、サイン二乗プラス、コサイン二乗イコール1っていう。公式ありますよね。で、これをサイン二乗右辺に持っていくと、コサイン二乗は1サイン事乗になります。それをここに入れます。ここですね。この部分。いいかな。で、それが括弧になって、サイン二乗を配ると、 だだんだんこちら左にずれてるけどごめんよ。01。で、えー、っと、配るから、s i n 二乗 θ マイナス sin4 乗 θ×cosθdθ になりますよね。で、ここでポイントです。cosθ っていうのは、sinθ を微分したものと同じですね、当然。sinθ 微分すると cos になるので。はい、この形になりました。この後の後 積分どうなるか。これ実は一発で積分できます。この後。はい、4π で出てきますよね。どうするかっていうと、これ、そのまんま積分します。sin 2乗なんで2乗じゃないですか。2乗が出てくると、3分の1が出てきます。あ、これを x と同じだと思ってやってください。で、出てきて、sin 3乗 θ。こっちも同じです。まあ、x4 乗だと思って考えると、5が出てくる。5分の1ね。マイナス5分の1。 ここが5乗 θ に増えてこれで終わりです。0から1。いいかなああ <laughs> ごめんなさいごめんなさいごめんなさいずっとあれだ範囲を変えてなかったね。失礼しましたこれ01はとさっき言って x の範囲でずっとやってるので θ で積分するから x が0から1だったら、まあ、置き換えて θ は0から2分の π ですね。ちょっとこ、まあ、ここで変えちゃうか。失礼しました。こっちを変え忘れてたよ、ずっと。ごめんごめん。最初の時は dx だから x の区間を書いてたんだよね。それを dθ に直したので θ の区間に直さなきゃいけない。で、よくさ、x と θ う対応する表を作りますけど、これ書いてるからさ。 X が0から1だったら対応するのは θ は0から2分の θ って分かるので書き換えてください。失礼しました。ってことでここまだね。分、えー、分のシータ分のかでこいつですねこれなんでかっていうちょっと最後に説明します。まず答こだ行っちゃいましょう。で2分の θ を入れると sin2 分の θ は、えー、1ですね。1だから 4π 括弧1の、まあ、3乗しても1だしね。こうなって で五乗しても一だからこうゼロ入れるとサインゼロはゼロなので消えてしまうからこうですねつまりえー、っと十五分の五引く十五分の三十五分の二だから答えとしては十五分の八パイとこれで終了となります入ったよねオッケーオッケーでですねまあこの部分ですねここ多分つまずく方あつまずいてない方はこれ終わりにしちゃってくださいあのこれで終わりだからね。 で、この部分です。割とつまずく方が、自分の生徒でもいたので、ちょっと説明します。で、これは、置換積分やってます。正しくやると。置換積分。えっと、まあ、cosθ がもともといた状態ね。こう書いてない。これとコサインシータの時に、あ、これ赤じゃない方がいいね。黒でいこう。えー、サインシータを t とかって置くわけですよ。置いて、そうすると、これ両辺を、えー、シータで微分すると、 コサインシータイコール DTD シータになってこう置き換えていくと <laughs> D シータイコールえーコサインシータ分の 1DT となりますでサインシータ T って置いてるからここが T の2乗マイナス T の4乗になりますよねで D シータを DT に置き換えた時にコサインシータ消えるんですよこいつのコサインシータとコサインシータ分の1でねでこうなる であと D ってでで、しょで。範囲はまあやると01に戻るんだけどまたね01になるんだけど01だと。つまりさっきやったこれだって微分したらあ積分したらさ1 3分の 1t3 乗でしょでマイナス5分の 1t4 乗になるじゃないですか。だからこうなります。 であの、まあ、毎回毎回さこう置き換えて考えるのも面倒くさいなと思ってたのでこれこの説明は正しいかわからんちょっと自信がないんだけどただ俺がねよく忘れないように使ってたのは例えばみんなさこれちょっと合わせると x ス x 4乗の積分をしろって言われたら普通にできるじゃないですか。やりますよね多分 x3 分の 1x3 乗ス5分の 1x5 乗って。でこここれもねここに、x x のの微分したものをかけてんだってだって1じゃんもともと1がいるんだからで x 微分したら1でしょこれと同じ状態だよ x っていうこの主役になっている時にその x の微分したものがかかってるから普通に積分しました sinθ っていうのが主役になっている時にその sinθ を微分したものがかかってます同じですとだからこいつをまあ x と同じようにして積分するそれだけでできるんだって普通に区間変えなくてもね ちゃんと置き換えて区間変えてももちろん同じ答えになります15分の 8π となるんですけど、まあ、時間取られちゃうので、まあ、この状態が来たこういうねパターン来た時にはあああれかと思ってやってもらえるといいかなと思います。はいということでねこんな感じで積分と体積シリーズは終了となります。 で、次回からはですね、まあ、次回からっていうか、実はま、あこれ、このタイムリーで見てる方は、あの、ツイッターとかで知ってるかもしれないんですけど、実はこの動画ね、一回撮ってたんですよ。撮って、次、えー、っと、曲線の長さが2本始まるんですが、今日それ撮影してたんです。撮影して、で、その、丸る1まが撮り終わって、じゃこれちょっと編集して投稿しようと思ったら、間違ってこれ撮ってたデータ消しちゃったんですよね。あっって、消去ボタン押した瞬間に、あっって思ったの。<laughs> ということで取り直してます。だからもしよかったらね、次の動画と次の動画見てみてください。同じ服です。この青いパーカー着てますんで。そう、っていう感じでやったんですが、まあ次回ね、曲線の長さが始まっていきますので、よかったらそちらの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。